のお客様です。ありがとうございます。じゃあボード持って撮影させて。今日は、まず楽しかったっていうのが、一つです。まあ昨日ですね、日本人が、全然得点に絡めなかったんで、今日はあの積極的に、攻めていこうと思ってたんで、それが、数字に表れたと思います。まあ出だしから積極的に狙っていったんで、まあ今日はクリアしましたね。はい。まあこれからも大事な試合が続きますので、一試合一試合しっかり、シーホースらしいゲームにしていくので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。まあ、最初からまあ本当に激しいディフェンスで僕らあのシーホースらしいバスケができたので、まあ比較的僕らの展開で持ち込めたと思うので、まあいい試合ができたと思います。そうですね、まあ本当にレベルが高い選手が本当に揃っているので、アルバラクさんはまあその中でやるのは本当に楽しいですし、本当にやりがいもあるので、まあ本当に切磋琢磨しても今後も頑張っていきたいと思います。